はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。スタインリッヒの S110WN というモデルが入ってきました。神戸から買い取ったのかな、東灘かな、買い取ったピアノですが、スピネットのヨーロピアンデザインですね。アメリカンスタイルとも言うかな、こういうデザインなんですが、めちゃくちゃ可愛いですよ。綺麗なピアノです。ご覧ください、こちらです。スタインリッヒってね、いろんなピアノ出してますが、これは珍しいですね。めったに入ってきませんね。こういうデザインが入っておりまして、下のところもこういうね、トーンエスケープが下についてますね。あそこから音が抜けるようになってますね。キャスターはゴムみたいなやつで結構ね、転がしやすいんですよ。はい、まあ家の中ではね、転がせませんけどね、フローリングに傷ついたりします。スタインリッヒスライド式のこういう感じですね。まあこのデザイン綺麗ですね。本当に小さくていいですね。こんなんがね、リビングにあればね、なんか見てるだけで幸せな気持ちになりますね。まあ、ピアノって芸術品っていうか、まあ、家具の一つみたいなものなので、やっぱり黒いでかいのがでーんとあるのもね、まあ、高級感があっていいんですが、最近はこういうのがブームですね。S110WN。これ、WN はウォールナットのね、意味です。製造番号が208681。おっと、これは記録表が出てました。最初の調律が05。05ということは、これ2005年、平成5年じゃないですよね。2005年ですね。これなんて書いてあるのかな。最初の調律はこれちょっと読めないですね。まあその次が2005年ということは、まあ、10年ちょっと前のピアノということですね。そんな古くないですね。ほんと綺麗です。中もね、見た感じ。全然古さを感じない状態ですが。東洋ピアノ。あれ？スタインリッヒですよね。スタインリッヒってね、スタインリッヒピアノっていうメーカーが作ってたんですが、これ東洋ピアノ、アポロですよね。東洋ピアノで作ってるスタインリッヒなんてあったんやろうか。そこが、ちょっと疑問ですが、スタインリッヒというか、アポロならなおさらいいんですがね。大手のメーカーですからね。へえ、そうなんだね。撮影しながら感心しててどうするかと思いますが。ねえ、皆さんね、私のこの動画を見てたらもう寝不足になるとおっしゃいますね。次から次から見てると、ハマってしまうとこの間おっしゃってましたね。で、うちに、来られた方が、あの動画に出てる有名人に会えたと。YouTube に出してるだけなんですけどね。そんな風に喜んでいただきました。どんな音がするのかな？華やかな音ですね。まあ、小型ピアノによくあるような。あ、綺麗、よく伸びます。この硬い音はもうちょっとハンマー調整で優しい音に変えることはできます。ご希望しちゃってください。ちょっとね、ペダルがカチカチ言ってるんですね。今ちょっと気になったんですが、これ。あ、そうか。下の金属に当たってるだけですね。そっかそっか。問題ないですね。キャスターの下に、丸いお皿を置けば消えますね。このピアノ自体からなってるのかと思いました。ね、下の鉄板に当たってるのがあったことでしたね。はい、ということで、アポロで作った、東洋ピアノで作ったスタインリッヒということだと思います。多分。はい。まあデザインも素敵ですし、音も良くなりますしね。ご希望の方はおっしゃってください。お値段はね、こういうピアノです。結構高いんですが、お安くご提供しますので、もう早い者勝ちと言ってもいいかもしれませんね。ご希望の方はお知らせください。それでは、さよなら。